事故があったのは札幌北区北八条西1丁目の国道5号線創生川通りの交差点です。警察と消防によりますと午前6時半過ぎ、国道を右折した軽乗用車と直進していたワンボックスカーが出会い頭に衝突しました。この事故で軽乗用車が横転、30代の女性が一時車内に閉じ込められましたが消防に救助され病院に搬送されました。また軽乗用車に乗っていた70代の男性とワンボックスカーの40代の男性も軽い怪我をしました。警察は一方の車両が信号を見落としたことが事故の原因とみて調べています。